はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの方のゲートです。今回ですね、もういよいよセンター試験が1週間後に迫ってきたということで、センター試験の点数を1週間前から伸ばしていくということについてお話していこうと思います。で、まあ、もうセンター試験1週間前なんでね、いわゆる普通の勉強しててもダメなんですよね。だからやっぱ意識するべきことって点数の最大化なんですよ。どうやったらその点数が最大になるかなっていうところの戦略芸だというふうに考えてもらえればいいのかなと思います。でもちろんそのセンター試験の2年前とかだったとしたら、ちゃんと1から全部の単元をちゃんと本質をついて押さえていってっていうふうに勉強をするよう進めるとは思うんですけど、1週間前ともなるとそんな時間もないですから、そんなこと言ったら例えば日本史の室町時代ぐらいまでやって時間が来ちゃって、あ他の科目全然ダメだってなってしまうという可能性があるわけですよね。だからいかに一番コスパのいい取り方で点数を狙いに行くかということが重要になってくるわけです。ということで2つの要素に絞って解説していきます。まず1つ目の要素が学力を上げるということですね。それはもう当たり前なんですけど、じゃあどういう学力を1週間で上げればいいのか。簡単ですね。国語と英語をしっかりと毎日やるってことですね。文章を毎日読むんですよ。そうすると脳が文章を見た時にどうやって読むのかっていうのにとことん慣れるわけですよね。慣れていくと自然と文章が読めるようになって点数が上がると。日本史とかだったらあるところピンポイントで仮に抑えられたとしても、せいぜいそれを覚えたか覚えてないかで2点か3点ぐらいしか変わってこないという感じだと思うんですけど、現代文とか国語とか英語とかってその全体的になんとなく文章に慣れたぞ、読むの慣れたぞっていう風な状態に持っていければ、それだけで数十点単位でどんどん上がっていくんですよね。上下が激しい感覚なので、そこの部分をがっちりと慣れさえすれば取れるところっていうところを抑えていくっていうのがすごく大事ですね。で、特に国語も英語も時間が足りないじゃないですか。だからある程度パッとそこの部分の時間を短縮することによって心にも余裕ができる。それによって他の科目にもいい影響が出ていくのかなと思います。だからまずは国語と英語を抑えていく。で、次に数学で簡単な部分の単元をどんどん抑えていくって感じですね。微分とかで言うと、もう本当に型決まってるじゃないですか。接線があったら接点から考えて微分をしてあげて方程式を出してあげると。で、面積とかも、とりあえず上引く下で積分してあげればいいけれども、ある程度決まりきった公式があると。6分の1公式とか、あとテクニックいろいろありますよね。そういったテクニックの部分をさーっとさらってあげるだけで、だいぶ余裕ができるわけですね。その数学、時間が足りない方ってたくさんいると思うので、その時間が足りない中で、一つの分野だけでもちょっと時間を短くして、そこで点数取れるようになれば、他の部分に回す時間も増えていくので、それだけでかなりお買い得だという感じですね。ということで、まあ、僕自身もそのセンター試験ギリギリまで数学のこれをせめて抑えておこうねっていうのをなるべく多くの単元で動画出していこうと思ってるので、そちらもぜひ活用してもらえたらなと思います。ということで学力を伸ばすというところにおいては、国語と英語で慣れるということと、あと数学で最小限抑えておく単元をしっかりとがっつりと掴んでいくという感じですね。じゃあ理科社会は全くしなくていいのかというと、そういうわけではないんですね。それが2つ目の要素になってくるんですけど、1つ目の要素が学力を伸ばす。で、2つ目の要素としては、その伸ばした学力を最大限に使えるようにする。これもすごく重要ですね。やっぱ1週間前っていうのは調整っていう期間に入ってくると思うので、どう調整していくか。これはいろんな要素があって、まずは体調。その体調がしっかりしている。睡眠とかも生活リズムも試験に合わせていくということがすごく重要なので、直前だから詰め込まなきゃっていうふうに必死になっていると、ダメなんですよね。生活リズムが乱れて試験中に合わなくて眠いまま国語で英語を解いてしまう。眠いまま国語の文章読むと頭入ってきませんからね。ということでちゃんとそこを合わせていく。で、あとは自分に自信を持つということがすごく重要なんですね。自分はできる。もちろんその最低限の緊張感を持ちつつも、自分はできるんだっていう風な強い意志でいくことが大事ですね。僕もいろんな試験を経験してきて、もちろんミスもあるんですけど、絶対大丈夫だっていう意思で最後までやり通せてるので、それがすごく僕の強みなんじゃないかなと思います。で、それで自信を持つために理科とか社会とか空いた時間にやるんですよね。やっぱり理科とか社会ノータッチで宙ぶらりにしておくと不安じゃないですか。だから自分の中で、あ、この部分ちょっと弱いかもなっていう風なのがあれば、そこの部分をちゃんと潰していくと。それを潰すことによって点数がめちゃくちゃ上がるかと言われると、上がらないかもしれないんですが、
ただ少なくとも自分の自信につながっていくので、トータルとしてめちゃくちゃ点数が上がるというふうな可能性も大いにあるので、そういう意味でちゃんと理科社会の方も苦手なところが一つでも少ない状況にしておくっていうことは、そういった意味でも有効かと思います。ということで2つ目の要素について総括すると、とにかくしっかりと休んで自分に自信をつけるような生活をしてくださいという感じですね。まあ結局精神論っぽくなってしまったんですけど、まあ、最終的には気合ですからね、最後まで頑張ってもらえたなと思います。はい、ということでまた明日以降もセンター試験直前期に役立つような動画とかもいろいろ上げていけたらなと思うので、ぜひチェックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。